光を使わないで表面の状態を知る顕微鏡もあります。これは原子間力顕微鏡。顕微鏡の本体はこの小さな箱です。箱の下にはとても小さい針がついています。この針で見たいものをなぞってその凹凸を知るのです。この原子間力顕微鏡でコンパクトディスクを見てみましょう。コンパクトディスクの上方面は透明なプラスチックの板で保護されています。そこでまず情報が書き込まれた部分をプラスチックから剥がして取り出します。情報面の裏側、曲名などが印刷されている面に粘着テープを貼って剥がします。粘着テープに貼り付いた銀色の部分に情報が書き込まれています。プレイヤーのレーザー光はこの銀色の部分に当たって反射します。原子間力顕微鏡の針でコンパクトディスクの情報面をなぞっていきます。情報の小さな点が立体的に現れました。突起の高さは1万分の1ミリメートル。プレイヤーから出たレーザー光は突起のない平らな部分に当たると来た方向に戻りますが、突起のある部分に当たると散乱して戻ってきません。この光が戻ってくるか来ないかという情報を処理して音を作っているのです。